こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらです。ランダムブースターボリューム9、こちらを2つ買ってきました。でですね、メインチャンネルの方でまあ何回かやったんですけど、やっぱり当たらなかったんですよね。このね、ビートククルカン、こちらは当たったんですけど、このレア2のドランザーフレームと邪神バルキリー、もうこれがどうしても当たらなくて、もう悔しくて2つ買っていきました。もうこれで当たらなきゃ諦めようかなと思って、今までしたのが、1回目が3回、2回目も3回したので6回したんですけど、ビートククルカンが2つと、プラストジニウスが1つ、そして、牛ですよ、マッドミノボロス、マッドミノボロスが3つです。ということで今から開封していきます。でね、もうおそらく当たらないと思うので、もうこれサブチャンネルであげます。当たる気がしないですね。いや、邪神バルキリーがね、特に欲しいんですよね。見るからになんかかっこよさそうなので、当たってくれたらいいんすけど、まあ多分ね当たらないんで、もう、はい、さあ何が当たるのか。もうね、マッドミノボロス感がねあるんすけど、もうジョージシャルずっとマッドミノボロスなんで、もうマッドミノボロス当たるんじゃないかなと思うんすけど、まあとりあえずいきます。まずは1個目、はなんでしょうか。よっしょ、はい、あブラストジニウスですね。またかぶったということで、ブラストジニウスでした。まあでもコレクションとして置いておこう。ブラストジニウスもね、まあ、全然使えないベイじゃないので、まあ、これはちょっと大事に予備のベイとしてね置いておきます。では次いきます。あ、そうそう、これねちょっと今開けといてなんなんですけど、ブラストジニウス、これドライバーがねディフェンスなんですよ。これで予備のディフェンスが手に入ったんで、ちょっと嬉しいです。そうだそうだ、ディフェンスなんですよね、あれドライバーが。では2つ目いきます。これを見たらね、シールが見えたら嫌なんで、さあ果たして何が当たるのでしょうか。よっしゃ、ではいきます。お願い、来て、邪神バルキリーかドランザフレーム、どちらかお願いします。はあ、お願い来て、はあ、はあ、はあ、ん？これ何？あ、クライスサタンっすね。あ、まあでもね、出てなかったベイなんで、嬉しいといえば嬉しいんですけど。あー、でもかっこいい。これはかっこいいっすね。すごくかっこいいというか、色が綺麗。うん、すごく綺麗な色ですね。ディスクは5です。うん、これはタワードライバーです。あー、まあ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 、うん。まあね、悪くはないっすよ。こちらがシールになります。シール貼れました。結構ねちょっと失敗したんですけど、まあこんな感じです。後ろのロックはもう相変わらず結構高いっすね。ではですね、ちょっと回してみたいと思います。うん、ブレブレっすね。結構ブレブレ。まあ、色はすごく綺麗ですね。ではですね、こちらのブラストジニウス1ディフェンスと対決してみます。あ、意外に持久力ないのかな。あー、持久力ないっすね。マッドミノボロス5ボルテックスゼファー、こちらと対決してみます。はいはいはい。
弱いような気がする。では今度はこちらのビートククルカンセブンアンダーデストロイでいきます。ひょっとしたらデストロイ強いんじゃないかなと思ってつけてみました。これでいきます。これちょっと勝てないんで、では今度はブラストジニウスワンディフェンスでいきます。デストロイなんで結構暴れますよね。おお、当たっちゃった。ちょっと持久力で勝てるのか見たかったですけどね。次はこちらのマッドミノボロスと対決してみます。そしてマッドミノボロス、あーいい勝負だな。あーあー強い、強いっすねビートククルカン。では最後はこちらのスプリガンレクイエム、こちらでいきます。デフォルトです。攻撃モードにしています。で右回転です。持久力がねすごくあるんですよね。このあーやっぱりこれは強いな。あとあー行きましたね。まあでもそんなボロ負けするってことはないですね。左回転にしよう。左回転にしたらどうなるのかな。左回転のアタックモードにしよう。左回転だったら勝てるんだ。と、いいっすねこれ。デスロイとの相性いいんじゃないですかこれ。これが持久モードにしてもどうせ傾いちゃうんですよね、持久モードにすると。ですよね、やっぱ斜め向いちゃうんですよねこれ、
あ、勝てるな。いい改造かもしれない。ではですね、最後はこちらのディープカオス、そしてゴッドチップにちょっと硬いこの赤色の WBBA のゴッドチップつけてます。そしてセブンバンプオービットでいきます。で、私の持っているそのオービットとかアトミックとかそういう系の中では一番ロックの硬いものになってます。ただ持久力は一番ないオービットです。ではまずはディープカオスから。ちょっと強く打っちゃった。これはどうなんだろう、バースいけるのかな。これに勝てたらいいんですけど。あ、これにはバースできないか。引っかかる気配がない。あ、引っかからないな。引っかからないか。ちょっとやってみよう。ちなみにこちらのオービットに変えました。これでちょっとやってみます。ちょっとディープカウントゆっくりめに打ちました。あー、ダメか。いや、バーストされるな。される。ではですね、最後にこちら何でしたっけ、ビートククルガンセブンアンダーオービットとスプリガンレクイエムワンバンプデストロイ、こちらで対決してみます。何の動画になってきたんだろう。よくわかんない。いきます。あー、無理か。そして、あー、刺激が重たい。あー、いい勝負してる、いい勝負してる。微妙。ちょっと左回転にします。あ、どうなるんだろう、これ。あー、結局助け合うんですもんね、これ。最終的にどっちが粘り勝ちするかっていう。あー、ちなみにアトミックに変えたらどうなるんだろう。すいません、最後にね、ちょっと一番そのよく回るアトミック、こちら使ってみます。これだったらひょっとしたら最後のスピンでもうちょっとだけいい勝負するかもと思ったので、これ使います。オーバーフィニッシュされるケースが増えるかもしれないですけど、
重たいから大丈夫かな。アンダーが結構ね出されても踏みとどまってくれるっていう感じするんで、この競り勝ちをねアトミックだったらするんじゃないかなと思ったんですよ。負けとんな。そこが知りたいんだよ。やっぱ出ないですよね。コーンと当てられても結構アンダーが踏みとどまってくれますね。フレームが擦れて、うん、で最後の粘りが、いやどっち、いやわからん、どっち、いやいやちょっといい勝負するようになったような気がする。ちょっともう一回だけ、踏みとどまってますね、押されても。さあどっちなの。あーやっぱこっちかな。こっちの方がちょっと分がいいっすかね。うん、左と右では。で右同士だとどうだったっけ。右同士だとちょっと分かんなくなってきた。右同士だとどうなの。蹴り勝ちが増えるかなと思ったっすけど、右回転同士だったら、あ、そうやね、あーまあまあいい勝負、ほぼほぼいい勝負、ほぼほぼいい勝負やね。あまあ分はいいのはこちらっすね。でもまあ戦えないことはないっすよね。メタルゴッドチップつけたりとか、あとまあフレーム、でもこのアンダーが意外にいいんすよね。うん、左回転を相手にした場合は特に意外に踏みとどまってくれるんですよね。ただロスはするんですけど、ビートククル感もすごい、違いなくすごくいいベイなんですけど、これやっぱ強い。このデストロイはやっぱいいっすね。うん、このスプリガンレクイエムとデストロイの組み合わせはいいですね。まあ、3-on-3 で、まあ、これはまあレギュラー入りとして、これもいけるんじゃないですかね。バーストされる率が結構少ないし、うん、これもいい。で、今日何の動画これ。これ何の動画だったっけ。